つまらないって嘆くをルーザー、ライナイズ石の不満、いつになったら楽しめるんだ、ね踊ろうよ。ステージ S でキャノンボールでした。ありがとうございました。さあ本日も生放送でお届けしてまいります。ではマリちゃん、はい、タイトルコールいきましょう。はい、会場の皆さん、視聴者の皆さん、準備はできてますか？いきますよ、せーの、原宿駅前ステージ。さあ本日も生放送でお届けしてまいります。お願いします。もうどうですか、夏休み入りましたけど、このメンバーで言うと、さやちゃん、きりちゃんですかね。はい。どうですか、夏休みは。夏休みもう楽しんでますよね。私は、人生初めて髪染めました。おお、いいですね。どうですか、染めた感じ、周りからの評価とかね。いい感じです。いい感じ。自分でもいい感じ。いい感じです。自分が一番気に入ってます。なるほど、はい。もう今後は全部染めていこうと。そうね。なるほど、来週はじゃあね、シルバーさやちゃんが見るかもしれませんね。やだ。さあ、きりちゃんはどうですか、夏休みね。私も楽しんでまーす。どうですか、宿題とかそういうので早めにやるタイプ、後からなんか追いかけてやるタイプ。まだやってないですね。まあこのね、まあ、ステージもありますから、ちゃんと並行で分布領土でいきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、さあそしてマリンちゃん、はい、聞いてますよ。9月10日のライジングガールズフェス、はい、こちら原行きステージ、エースも出場でございます。大きな拍手どうぞ。ありがとうございます。9月10日にですね、はい、ピンクダイヤモンドとふわふわと一緒に出演させていただきます。はい、皆さんぜひ来てください。そうですね、まあ、もちろんガールズフェスですから、ガールズフェスです。フェアリーズ姉さん、そしてマックス姉さんもいらっしゃるということで、はい、どうですか今から心境的に、マリンちゃん。いや、もう頑張ります。初めてですか、その一緒のステージとか絡むのは。いやそんなことはないです。なるほど。何回か、一緒に。なるほどね。毎回でもね、先輩方と、あんちゃんどうですか、やっぱ緊張とかするんですか。いや、そうですね。でも、私たちもね、負けないように、その日に、もうスペシャルなパフォーマンスを用意したいな。なるほど、はい。ありがとうございますね。じゃあもうね、いつもは見れない、もしかしたら、このエースが、このガールズフェスで見れるかもしれませんので、はい、ぜひぜひ皆さんね、ホームページの方でチェックの方もよろしくお願いします。さあじゃあキリちゃん、続いてのコーナー参りましょう。はい、それでは次のコーナーはクロちゃんの推しメンのコーナーです。